一ギフトさん、フラペチーノさん、ハートありがとう。おはようございます。やっほー、今日も頑張ってね、ありがとう。まずは皆さん、昨日のリッカーはありがとうございました。あのね、昨日あのめっちゃ押してたんですよ。めっちゃ時間が押してて、でだからあのリオたち、リオとノアピは中学生だから、あの9時までしか出れなくて、そうだから最後の挨拶とかも出れなかったんですよ、時間の関係で。しかもね、お見送りもなかったから、さらになんか申し訳ない。鈴鹿さん、ハートありがとう。そう、昨日可愛かったよ、ありがとう。おはよう、3階で見てるよ、ありがとう。今日さ、朝からさ、喉が痛いんですよ。すっごい痛い、痛いよ、喉が痛いよ、めっちゃ喉痛い。最後の最後にリオツいないっての、あ、喉が痛いので今日はあの控えめで喋ります。最後の最後にリオツいないってなった。そうなんよ、いなかった。今日はまだすっぴんです。あの、まつげだけしました。まつげだけして、それ以外はリハが終わった後にしようと思って。どうせさ、汗かいてさ、もうぐしょぐしょになってさ、あの全部落ちるから、もう終わってからにしようと思って。今日も楽しみ、ありがとう。どれだけ押したの？え、でも約1時間ぐらい押してた気がする。結構押してた、いろんな場面で。そうそう、喉どうしたん？分からんのよ、なんか喉が痛いまあでもあれだよ、あの本番には治ってる感じだと思います。ひさなんとかの大使さん、ハートありがとうございます。昨日の写真見てます。そう、昨日の写真、そう昨日ね、あの亀子さんたちがたくさんリオのあの撮って載せてくださってたから、すごい嬉しかったです。クリスマスコンサートの時よりめっちゃ多くて嬉しかった。今日もたくさん撮ってね、1部と2部ぜひ撮ってください。カメラ目線とかも頑張るのでぜひ撮ってね。そう、昨日は出演した曲は ST48 岡山バージョンと船から降りた僕たち、あの2曲なんですけど、それ以外の曲もね、あのひな壇、後ろのひな壇でずっとこうやって座って盛り上げてたので、ほぼ全部出てたって感じなんですけど、あと MC もすごい多くて、そう、 MC もなんか研究生お悩み解決の MC があったりとか、あのスタジオのシャッフルダンスがあったりとか、そうで、トップ3発表の前に研究生での MC があったりとか、すごい MC もたくさん出演させていただいて、で昨日 MC でちゃんと喋るっていうのを課題にしてたんだけど、いつもよりは喋れたと思う、自分の中ではリオちゃん、韓国から応援するね、ありがとう。カムスハムニだ、合ってるっけ昨日盛り上がったね。うん、盛り上がった。ひな壇ずっと見てたよ、ツンツン可愛かった、嬉しい嬉しい。またリカワのこともあめに書くね。で今日も6周年コンサートがあります。今日はイエイ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 、今日はね3期生さんも発表されるので、お披露目か、お披露目されるし、リオたちもついに先輩になるし、頑張りますそして今日は1部と2部もあるので、それぞれねいいところがすごいたくさん、見どころもあるので、ぜひ見てください。あと配信もあるので、ぜひ配信で、フールストアだっけ、フールストアで配信もあるので、ぜひ配信も見てください、よろしくお願いします。そしてリオのペンライト紫と黄色で、声出し OK なので、リオツンコールよろしくお願いします。みんな15分テロップが出そうになったら教えてください。
リハしてる時よりもしてた。うん、リハは普通に時間内に終わったんだけど、ひな壇にいる時も可愛かった。昨日で岡村さんを知りました。今日も楽しみ。ありがとう、嬉しい、知ってくれたの。研究生、中学3年生になった14歳の岡村リュウです。今日もよろしくお願いします。そう、今日は3階と2階だ。あー、そっか。でもね、結構ね、昨日はひな壇に座ってたからゆっくり見れたのかもしれないけど、結構意外と3階も2階も見れた。あとサイドもいて嬉しかった。あずみちゃんと並ぶと大きく見えるね。そう、あずみは STU の中で一番小さいんですよ。だからさらにね、差がすごくなる。シャッフルダンスキリキリでよかったよ。なんかさ、シャッフルダンスさ、なんか何の曲が来るか分かんないし、その他の先輩方がどんな風に踊ってるのかも分かんないから、とりあえずちょっと頑張って踊りました。そう、ほぼほぼステージにいた、ずっとひな壇にいたから。写真撮りすぎて現像に間に合わない。近いうちにリオツも載せるね。ありがとう、嬉しい。見た見た、輝いてたよリオ、嬉しい、ありがとう。そうなんです、船から降りた僕たちはみほりんさんのポジでした。配信でもずっと映ってた。顔大丈夫だったかな。瀬戸りも変わるのよね。そう、もちろんめっちゃ変わります。瀬戸りもバキバキに変わるのでお楽しみに。マイキさん、恐竜ありがとう。そう、先輩になります。利用しでいてくれてるノアちゃんとは絶対に撮りたいな、写真。今日他の3期生さんとも撮りたいし、先輩とも撮りたいし、研究生とも撮る。そう、フォローありがとうございます。即興ダンスもリオのダンスが一番キレキレのダンスでしたよ。え、本当に嬉しい、ありがとう。ネタロウさん、ペンライトありがとう。昨日もうちわやペンライトたくさん見えた。なんかね、うちわはあんまり見えんかったんだけど、2人ぐらいかな、3人、あ、4人、5人、6人、あれ分からんけど、いや、おったよ。ペンライトの方が多かった。うん。嬉しかった。嬉しい。昨日レッスンありがとう。今日もたまには紫黄色出すね。わかった。たまには出してください。ありがとう。スタジオのダンスのリオツンがしっかり見れてよかった。嬉しい。ね、MC が結構多めだったもんね。朝から乾ちすぎる？やった。すっぴんだよ。まつげだけしてる。ほら、ありがとう。今日はカメコします。対戦夜、お、カメコですか。たくさん撮ってくださいね。台湾からリオツンと一緒に味わって、リオツンよく頑張った、よしよし、ありがとう。今日頑張ります、本当に。今日は今までずっと頑張ってきたので、もう寝不足になりながら、だから本当にそれの力を出し切りたいのと、あとはみんなと楽しもうと思います。ほら、ありがとう。もっと出番が欲しかった。あ、リクワはね、2曲だったんだけど、6周年はもう多いので安心してください。ほら、ありがとう。まいちゃんとたくさん話せましたか。話せてないんですよ。なんかリハ前に目があって、おはようございますみたいな感じで話して、そうで、リオとノアピは先に帰ったんですよ。そう、先に帰ったから全然話せなかったし、スタッフさんとかにも挨拶が行けなくて、もうすぐ帰りますよみたいな感じで言われたから、悲しかった。フォローありがとう。そうなんよ、昔からじいさん、ピカピカありがとう。メタロウさん、ピカピカありがとう。今日は睡眠時間取れたかな。眠い。
そうそう。シャッフルダンス自分の周りでもリオツンが一番良かったと評判だったよ。嬉しい、ありがとう。嬉しいんだけど。そう、マイキューさん。最近マイキューさんとは、マイキューのこと好きなの？え、知らないんですか？リオ、マイキューさんのこと大好きですよ。推しメンですから。そう、マイキューさんとは、なんか、普通に、なんていうの？たわいもない話をするようになりました。前までは、なんか、あーみたいな感じで、そう、感じだった。サトシさん、君は希望の光、ありがとう。最近はたわいもない話もするし、リハの時もね、なんか、昨日何食べたのとかも話した。最後1位、2位、3位は裏で見られた。あ、順位は知ってるけど、パフォーマンスは見れてない。さと、昨日は、まめにも書いたけど、千代さんにダンスを褒められて、めっちゃ嬉しかったし、舞ちゃんと仲良くなってるのね。そうなんですよ。マイキューさんと仲良くなってます。あとマイキューさんの携帯のケースにはリオとのプリクラが入ってるので、それも嬉しい。で、昨日はひな壇にいる時とかもパセリさんとすごい隣にいたりとかできて嬉しかったし、あと昨日ひな壇にいる時にみちさんがこうすれ違う時にね、こう手を出してくださって、そうで、タッチしました。そう、みちゅさんとタッチした、嬉しい。そう、ゆずきさん、うさぎ、ありがとう。さあ、あとはココアさんとも話したし、てかさ、なんかさ、昨日ね、本当に時間もギリギリだったんですよ、全体的に。そう、時間もギリギリだったし、リオとノアピは先に帰ったから、先輩とはココアさんとしか撮れてなくて。そう、ココアさんとしか撮れなかった。今日はたくさん撮りたいな。そうなんですよ、すごい楽しかったです。昨日楽しかった。でも最後出れなかったのは申し訳ない。ヨシンさん、お会いする、ありがとう。今日もよろしくお願いします。6周年コンサート楽しもうと思います。ちょっと緊張してるし、ちょっとね、くまくしもやってないからめっちゃなんか顔色悪く見えるけど、めっちゃ元気なので頑張ります。前を失礼しますの手だったんじゃね。なんでそんなこと言うんですか。ちゃんとこうやってやってくださったからタッチしましたよ。なんでそんなこと言うんですか。悲しい。ココア様、そう、ココア様です。ココアさん、かわいい。今日も大変そう。そう、昨日より今日の方がすっごいビッチビチで大変なので、ココアとの写真また見せてください。わかった。逆サイドだったけど、うちは見えたかな。見えたよ、レスもしたし。気づいてなかったの。みんなレスし、てかさ、みんな聞いてや、リオさ、リオのペンライト振ってくれてる人とかさ、お話し会来てくれてさ、リオ顔知ってる人とかさ、リオ氏の人にさ、レスしとるのにさ、他のところ見よるけさ、見てないんや、リオのこと。そう。みんな、見てや、リオのこと。どうするん？せっかくの推しメンからさ、レスを失いよるよ。やばいよ、それ。昨日さ、めっちゃスルーされて悲しかった。オカリ推しの人に、レスしたのにさ、スルーされた。悲しい。せっかくレスしたんじゃけど。頑張れ、楽しみ、ありがとう。あ、もうそろそろテロップ出る？わかった、男女見ます。ふん。そうだよ、もったいないよ。みんな推し面からのレスを失って、感じみます。
オカリオスの人はリオだけ見ててね。ちゃんと今日はちゃんと見ててね。13位カッコンさん、ありがとうございます。12位中田さん、ありがとうございます。11位ミクシコロジンさん、ありがとうございます。10位ナポリンさん、ありがとうございます。9位ナラニスさん、ありがとうございます。8位シャガラピーさん、ありがとうございます。7位ヤマショウさん、ありがとうございます。6位チリチリミキャンさん、ありがとうございます。5位石ころ人間さん、ありがとうございます。4位コアさん、ありがとうございます。3位鈴鹿さん、ありがとうございます。2位サトシさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 パン、伊豆吉さん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。うわー、眩しい。うてかさ、あの雨かぶらなくて本当に良かったよね。本当に良かった。みんな気をつけてきてください。今日よろしくお願いします。ちょっとリオ緊張してるし、すっごい不安なので、ツイッターとかで応援してくれたら嬉しいです。またツイッター、あの KKS ツイッター載せるので、始まるまでに、あのなので皆さん、あのコメント欄とかでも、あの応援してくれたら嬉しいです。みんなたくさん応援お願いします。それでは行ってきます。緑周年コンサート行ってきます。バイツー、ありがとうございました。行ってきます。楽しもうねー。